最後サン抜くでしょ、うん、同じ一応サッカー部だったんでこうやって力が最後まで入れないでしょ、サン抜くじゃん、抜いてサッカー戻るまで、あ、戻った、そうです、あ、おう、行きます、打って戻るまでインパクトですよ、膝をここに、あ、そう、ごめん膝入れないじゃん、重くなったでしょ、膝を力抜いて、力抜いて膝こねねなんです、うん、あ、でも蹴りが上がったレジオンから戦うときは下に出られないから、こう相手の顔にガードしてこの位置に入れる、うん、こう 見るのいかないんで、見るの覚えたら次はみんな見て、そこで入れる、よう名もなすでやってるなそうですよね、これ生で蹴られてるっていうのが、これでこれであの覚えた方がいいのが3分で長いんだよ、だからもう最初の1分はやられない相手にといて、攻めてきたら来たの守ったら勝つっていうのを分かれば勝てる、うわーって一緒に行くと最初につけても負けるとか、あとでエバーよし来いよし来いよし来いみたいな、まあ、一応大体そんなばっかりだね、そろそろ行こうの瞬間に勝てる、その根性が相当難しい、行かないで行っちゃうじゃん、柔軟は一体どうなんだろう、試しに行こうな、膝を内側に時間が迫った、あ、でも全然うまい、前通り行ってる、もうちょい前に持っていく、だんだん、ね、元の癖で出てきちゃう、こう、あ、すいません、ああここを滑ってくるんですよ、どうしても回ってたもう、あ、もうサッカーと一緒で横に振り入れば効くの、サッカーとほとんど一緒なんですよ、人間の動作なんて近くです、初めからガードして相手を見る癖をすると多分前に行った瞬間パチ来たらやられちゃう、形が来た、したら軽く振り切ってみる、え、これで振り切る、この状態で、この状態で、多分蹴れる。信じよう。この状態で、同じ感覚で蹴ればいい。狙わないで、ただ普通に蹴れる。普通にパンス。そうそう。内側で、肩回して。そうそう。最初のうちは疲れてやんないで、いい感じで何回も練習して覚えて、構えて、そうそう、だんだんいい感じでしょ、ここでたくさん蹴ないで最初覚えなきゃいけないから息上げちゃうと、息上げちゃうと最初覚えちゃうんで、こっち上げて、ここ入って、バーンと真っすぐ出して体をねじる、横出たとき一緒に回して、肩と体全体も、そのとき蹴る方向の肩出して、手も出して蹴る方向の手をまっすぐ前に、ちょっとまっすぐ蹴る方向の手をまっすぐ右顔の前に、まっすぐ、もう一回いってみよう。
回行く。家殺してすぐ。いいですか。これで全部軸を作る。左の方がやりやすい方がいいんですよ。6割、はい、はい、うわっ、うん、別に力を使ってない、別に連打しない、あーすごい、結局出るから戦えない、今6割じゃない、6割になる、先生気をつけてくださいよ、なんで固定して壁作って。大丈夫か？これ手が遊んでくださいよ。おお。重いぞ。重いぞ。これ今力抜いたところ。あ！力抜いたよ。おお。いかないぞ。まさに。お。これも力抜いてる。抜いちゃってギリギリは抜いてれば、インパクト入ってるから。おお。重いぞ。前に出てくる力が違う。ここで力入れちゃうと、もう力使っちゃってるかもいかないですよ。すごい。ギリギリまで。ギリギリまで。サイドに入って、前に出てくるのね。マシマシ。あ、これ。で、横にしないと。今日、こう、綺麗に。こうやって、ここまで作る。で、そんな強くないでしょ。うん、うん。頭乗せると、おお。頭乗せて、この強い。頭、まっすぐ乗ってれば、重いから。ちょっとずれるとほら重さないのか、うん、足の力で、うん、同じでも、うん、頭乗せてる、うん、体重が体を通して全部足に入れる、これはもう足の力だから、うん、でこっちはつかないですよ、体支えてて、うん、いいね、うん、おお重いな、こんにちは、ぎっくり腰の神田です。月曜日練習でぎっくり腰になってしまいまして、せっかくの今日平野さんとのコラボ、腰が言うことを聞きません。こんなアーすげえ歪んでるもんね。もうエスト中に今なってます。こんな哀れな僕を見て、タイナさんが今から整体術を施術してくださるようなので、ぜひお願いしたいと思います。治らなくても治ったふりしてくださいね。じゃあお腹下にして寝ましょう、はい、よし、最初で優しくするの、こんな感じですね。よいしょ、治ってはいないですか最初。これは相対法っていう技術、これはもう古流のやり方ですね。古流っていうのは心眼流ってことなんですか。古流術だからこの最後は骨動かすんですけど、はい、充実でもない古流充実の漢方ですね、はい、あ、そうなんだ。こうやって直すのと、はい、同じ原理で壊しちゃうのと、はい、両方活殺自在の中心は同じでどっち行くかなんで、はいはいはい、で最初相手っていうか歪みを見るんだよね。でこうやって盛り上がりがちょっと均等してくる。こっちおかしいから多分痛い、痛いです、痛い、はい、で最初ちょっとこれは心眼流の一つ、これはね、もうあの僕のやり方オリジナルだけど、古流柔術っていうのは心眼流を指しているわけではないんですよね。古流柔術の一部は心眼流なんで、痛いでしょ、痛いです。さっきの動画から見ててあれやけども、足が、うん、平さんの足がまた、あっ、もう足すごいですよね。足がすごいね。はい、足が親指とかすごい。親指とか本当すごいな。あい、うん、あの痛い、気持ちいいです。あいった。あ、あ。踏んでる。いったっ。これはあれですね。これ勝てるな。いっ
ゃー行った行ったなんか憎しみこもって見えてしまうわっどうしよう飲んだでしょあ、ほんとやまだつまるあとね、日本一でやるからねよしうわ、行った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 今整体院とかでやってるわけではないんですよね。ではないですね。頼まれた方だけですね。結構来るんじゃないんですか。結構来るんで値段上げたんですよ。あんまり来てもね。値段上げた言うのはどっちに儲けたいから言おうか、めんどくさい方です。めんどくさい方です。めんどくさい方ですか。その値段でもいい人しかいないあんまりそっちのスケジュール出たくないって言ってました。ああ、あじ。見て。ここ悪いよ。ほんとここ悪いじゃん。腰は。腰しすぎや。ああ。グリグリするね。そうだ。ご紹介いただいた最初の弁道さんとは。うん。いつからお付き合い？遠藤さんは伝統療法カンファレンスっていう、はいはい、こういう人前でこれをやる集いがあったんですよ、はい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 、それで出会って、はいはい、それが最初はそこやってました。蒲田の辺やってましたって。で、なんか遠藤さんが面白がって、はい、教えてあげるからおいでよって言われて、はいはい、蒲田の最初の時のシンポジウムの時に僕講義講演させてもらった。その時すれ違いだったからね。面白いですね、それ。よいしょ、行った。裏に帰れますか。はい。背中下に行きますか。はい。どう。だいぶ楽です。ちょっと気早い。早い。早いになってるっすね。振り返るのが早くなって早い。行った。これは招待法で招待無視なんでしょうか。はい。どこから取るのがいいですか。はい、こっちに。あっちだ。あっちの方がいいんだけど。移動するんだ。戻して反対に。ここら辺から飛ぶ。よいしょ、戻すっていうのは逆戻し、逆にこう。よいしょ、 EMS みたいな。腰ちょっと動かして楽で、だいぶ楽です。じゃあ状態をやっていきましょう。この状態でスーッて足の指を上げてくださいね。ゆっくり上げて、はい、力抜いて、はい、腰使って左手首回し。そっか、これで朝、もう一回ね。はい。よいしょ。そうそうそう。よいしょ。もう一回。これで丁寧にやる。お、これでもな。つながっちゃう。うん、あ、むしろこう。はい。つながるっていうのは、経絡がつながるってイメージ。骨から抜きつなげちゃうんですよ。はあ。で、痛くなければ、はあ、ずれてるとこ治っちゃう。経絡じゃないですね。まあ、骨っていう言い方。そうですね。脱落にあれとかに近いです。あの顕微鏡とかの発想に近いです。よし、顕微鏡は剣で、うちは骨なんですよ。あ、痛い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 。足首硬いと痛い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 。これでね、よく誰もできないですよ。これでちょっと回してみましょう。だいぶ楽でしょ。はい、動けます。すげえ。こうしたら、ちょっと待ってよ。よくよく。はい。よし。何やねん。この辺から押して。何やねんだらけ。この辺から押して。伸びた。うわ。いったいったいくよ。はい。いいか。生日とちょっと似てたりするんだ。面白い。左右逆になる。こっちが、ね、ちょっと面白いです。痛いけど。痛い。痛いな。おお。私一回やって、
打って油断させて2回目。あ今日疲れました。1回目でいいと。すごいすごい摩擦だ。ありがとうございました。あ、動き気味。動けるようになりました。今日挨拶がここしかできなかったんで。助かりました。はい、ありがとうございます。面白かったです。アフター。アフター。ほら、真っ直ぐだったら、真っ直ぐ。立ってるけど、全然。あ、真っ直ぐです。真っ直ぐです。真っ直ぐです。最近こうやったから。真っ直ぐです。真っ直ぐです。おー、面白い。ならならすごい面白かったです。痛かったですけど、間違うと死んじゃう。前屈とかも間違えたら死んじゃう。間違えたら死んじゃうんですよ。だから真似しないでください。これ怖かったです。これこの手出しはしかやっちゃダメな。手前で止めれるから。はい。ありがとうございました。うわあ、ラッキーラッキー。いや、びっくりした。ありがとうございました。はい、まあこんな感じ硬いんですけど、それでもなんとかやっていきたいと思います。よろしくお願いしますが、さて本番の、はい、はい、柔軟。はい、動画柔軟講座なんですけど、具体的には何を、です今見て急遽ですね、はいはい、普通だいたい開脚行きたいじゃないですか、はい、でも動きを見て、はい、立った状態の基本動作のストレッチを多分、はい、下方面、二本足で立つ、はい、体重心で前、後ろ、横、はい、回転ですね。でそれで二本足から一本足に重心を動かして乱れなければ上手に動くっていう、これ相対法っていうものであるんですよ、はいはいはい、でそれは昭和の頃の体に合わせてるんで、それをさらに無意識を使って良くするのまでやると、結構なお時間かかるん で、はいはい、でこれは日常で体を使う動きの基本っていうのが、はい、3種類なんですよ基本的に、はあ、前後左右に倒す回転、はあ、これの組み合わせなんですよ人間の動きって基本的に、はあはあ、この3つ左右でやってで、その基本的な動作を覚えたら、無意識に自然の中で動く動きを加えると、あ、一瞬で体って変わるんで、それ最初僕もやってあげて、その後自分でできるやつをお教えするので、2、3日やるとできるようになります。はい、わかりました。はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、ですね、よろしくお願いします。基本動作ですね。重心を整える感じですか、イメージ的に。そうです、まず二本足で立つ、はい。これ意外と難しいんですよ。縦にした方がいいですね、じゃあ。じゃあ日本人立ってみましょう。ありがとうございます。これ 実験ですよ。どれぐらい立てたと自分で一番安定する立ち方をしましょう。でも人間って自分の姿って見えないじゃないですか。で今運動して疲れてるんで、はい、実は軽くでも立ててないんですよみんなって、はい、でその状態で疲れたら蹴りなり多分仕事もそうなってくるんで、立つっていう運動を極めると上手に立てば上手に前後左右連点っていうんで、まず、軽くジャンプしましょう。はい。スタート。で、大体それが今の体の状態でいい足幅なんです、うん。で、ちょっとずれてるけど、今これぐらい体がずれてるんで、これでいいんですよ。うん。で、まっすぐしても上がずれてるんで、このまま、落ちちゃう。ちょっとかかと上げて足の指先をつくようにしてみましょう。かかと上げて指先を。そう、指先で地面を捉える。はい。本来は人間、こっから始まるんですけど、はい。なかなかつかないですよね、靴履いてるから。はい。で、その癖のまま、回し入れやっても指から蹴れないとかバランス良くないので、うん、この状態で無理しないと膝曲げます、はい、足の指ついたまま膝を曲げてみます、はい、でかかと上げたまま上げるんですね、そうですね、はい、ちょっと押し方ついてるので この状態すると足の指から全部つながってきますよね、はい、蹴っちゃいます、あ指がね、指がつかない感じがする、つながってきますよね、そしたらゆっくりやって今度腰を後ろに引いていくと腰までつながってきますよ、何でそのまま上半身倒していく、上半身倒してみましょう、これ伸ばしていいんですか、伸ばしてもいいし、そのまま使ったら前に倒してみましょう、はい、できるだけ柔らかく、できるだけ柔らかく、これ何回もやると重心移動が上手になる感じ、これかかと浮かしたままじゃないですか、ね、もういいですよ、ついても苦しかった、あ、もうついてもいいですか、でも最初初歩でこういうふうにしたら別にこのままでもいいんですよ、僕やってみますね、こういうふうにして、
体全体をつなげる足の指、膝ちょっと曲げていいんですが、ストレッチでつなげる運動なんで、これで足先かかと膝つながったら、腰をつなげていったら、下半身は力あるんですよ。あとは上半身はなるべく抜きたいで、このまま抜いていくんですよ。で、かかとはちょっと下ろしてもいいですよ、下ろしてもいいですよ。いや、大丈夫ですけど、そのままスーってつなげながら起こすわけですよ、単純な動作で。いや、これね、腰をつながらない。つながらないですよね。あの、ふらつくんよね。こう、ゆったりとしていい。ここ、とふらついちゃうんだよね。足下ろしていいですよ、だから。最初下ろして、ね。そうそう。それで後ろまでやるね。この動作前後でふらつくってことは、多分マシンの時もっとふらついてるんだ。本人気づけないで、鍛える以前に。要するに、人間ってこう、前後の動き必ずするじゃないですか。パソコンやるときでもなんでも。で、この前後の動きは足の指から頭のてっぺんまで骨の動きでこうやってつなげていけば、こういう前の動き、一番かかってるのは子宮の下ですか。そうですね、まあその辺はもう難しく考えないですよ、うん、まず楽にこう、外側に行っちゃうんだよね。こうな、こう究極的に言うとこうなりそうになっちゃうんですよ。大丈夫です。だんだんやっていけばよくなります。こうでしょ。で後ろに倒しでしょ。ついたらできるけど、このなんだろう、つま先立ちのままやる。つま先ついていいですよ、足ついていいですよ、はい、柔軟で。これやったらもう別に、そういきますよね。これでもすけど OK です。じゃあ今度横ですね。横は重心、はい、さっきの回しと一緒で一本足から一本足上手な移動必要じゃないですか、うん、なので倒す反対に二本足からこう体重こっち傾けるんですよ、うん、でこのままただ倒していけばいいんですよ。ほう。でこの時上手に足に重心が乗ればこっちにね、つながってきますよね。はい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 。でこれの動きで横の動きが良くなってくるわけですよ、うん、無理しないでですね、左右これで毎日ねちょっとずつやる。できたら鼻から息吸ってちょっと止めて、苦しくなったらちょっとふーっといきますよ。 これ意識はやっぱりその片足に完全に荷重を乗っけていくっていうか。そうそうそう。でちょっと引き締めますよ。こんな状態じゃないですか、もう引かないじゃないですか。ちゃんと足の指が下につけば倒してみましょう。うん、もうちょい倒る、ほらちゃんと足がつけば体って変わるんですよ。じゃ次捻転でやってみましょうね。パンチ打つのと一緒ですね。二本足からこうやって前、二本足から回し体重乗せるのを横で、二本足で回転する方の足に体重乗せて体をつなぎで回っていきます。そうです。でこれが指が浮いてるのをこれでやると回ってください。回る、おお、回る回る回る、全然回る。これがみんなできてないから最初捻転だと難しいんで前後でつなげていくわけです。これがね変わるんですけど、で基本的に裸足で土の上歩いたら指って効くんですよ、人間って。ここでは効かないんで、その工夫を今からやってみましょう、はい、前に倒してください、うん、そう、もう行かないところが、さっき、さっきの普通のでいいです。頭も使って上手に倒していきますね。あ、ごめんなさい、横向いた方がいいですよね。うん、横向いた方がいいですよね。はい、で倒していきますね。はい、今こうじゃないですか、でこの状態でうん、よいしょ、前行きますよね。足ちゃんとつけばこれぐらい無理しないで行くんですけど、足ついてないんですよ、体重に、はあ、後ろも同じなんですよね、うん、なんで自分でやるときに呼吸と姿勢が正しければ今からやる運動が通っていける。通らない人は回数重ねるとその通し方が上手くなるんで、はあ、こうやるじゃないですか、もう行かないですよ、はあ、横ないですよね、こう、うんうん、それで足の指に重心かけたいんで、こうします。かかとを、こうします。これだけでいいんですよ。これで、要するに柔軟するとき、つま先立ちやる。一回、マックスまで持ってって、かかと上げて、かかと上げて、下ろします。上げる。下ろす。下ろします。かかと下ろします。ん？あ、下ろす。そう、その瞬間に、無意識の指令がある。向けやりやすいんでしょ。こうやって上げて、多分一回立って、でオーバーステッチになっちゃうんだ。かかとつけたまま行って、つけて、いや、まあまあ、マックスですよね、これ。さ、かかと上げて、指先力入れたら、かかと下ろしてみましょう。そのまま倒してみましょう。倒す。そのまま倒れるんです。うん、さっき僕もやった練習すればですね。で、これ戻す。で、後ろも同じです。はい、後ろは
それで無理しないで危ないところとかかと上げてでここでかかとでポンって下ろします下ろすでスーッと行くもっと行く行くでしょああ、はあ、これが全部の噛んでると行きやすいってことかそれこれは意識で頑張るじゃなくて本来の人間の自然の中では足の指から動くんで本当は動いてるんですよでも人間が作った環境で靴履いちゃうと、うん、一生懸命ストレッチしても実は奥行き使ってないんで早く限界が来ちゃうしだんだん体のバランス崩れていくんですよね奥が動かないように外側だけ伸ばしたり鍛えていくんですよなんか合気道の人がこんなになってこんな掴んでるようなあれのイメージで、ね、そうですだからあの時間かけてやればそうやっても出るんですけど渋川豪樹こんな汗してるやん、ね、あれですよあれですよ確かにじゃあもう一回やってみましょう、はい、あ 現代病でみんな首とかこうねちゃんと使ってないんですよねなんで前倒しましょう前に倒します抜かないところまで行きますでもここ硬いんですよみんなここをこういうふうにちょんって刺激しますはい倒してみましょうこんな行くんですようんはい戻してくださいでこれはスッとしますよね、何回かやると。はいはい。要するに、一生懸命ストレッチでは筋肉しか伸びないんですけど、骨触るともっと奥が動くんですよ。うん、それだけのことなんです。頸椎が触ってるんですよね、今のはね。頸椎から背骨って、はい、あの痛むと周り神経大事なの入ってるから、すごい良くないじゃないですか。でここを動きを出していくと、すごい体って良くなるんです。後ろもやってみましょう。はい、後ろ倒しますね。で僕支えるんで、別に倒れても大丈夫。うん、この状態で、ちょんでしょ。はい、倒れてみましょう。こんな倒れるわけですよ。で、スッと。で、これは人がいたらやってもらえるんですけど、うん、自分でやるのはそんなに難しくないんですよ、やり方。覚えるのは。ただ、慣れてこないと動かないんです。要するに余計な力が入ってたら動かないんで、僕一回やってみますね。前、前後の動きに対して、3次元なんで、横か捻転加えればいいんですよ。こうやって、これ一生懸命やるより、回して元に戻すと要するに頸椎に刺激が入るから、うんうんうん、動くわけで触ったことがこんな筋肉が緩んだ状態になるってこと縦軸に対して回転の動きも加えるってことですよね倒していって、はい、首を横に回して元の位置に入れればスッて動くこっちやこれ両方いかなくてもいいんですか1個で十分です元に戻してあ戻してもあ戻してからあでも前に進むこうですね、僕が補足するとこの状態でもういかない状態で筋肉が上がるんじゃなくて神経が通ってるんで動いて戻ると要は神経が通るわけですね、ここの神経の通りが良くなると体って良くなりますよね首から背骨に対しているということで今のって縦の向きに横でも大丈夫ってことですか横でも大丈夫で慣れたらダブルが一番効きます、うん、ちょっとやってみますね最初のうちはこうやって元にこう入れ口自体難しいんですよこうやって元に戻らないと動かないと、うんうんうん、こうやって最初の位置にこうやって入れれば動くんだよ これ、うん、でこの状態でこうやってこっちが動くんだよ慣れれば、うん、同じ方向ダブルで入れちゃってる、うんうん、でこれがあのヤンギョシンガ流とかでこういうことをやるんですよ次あのねじるやつやってみましょうね、うん、もうねじっていかないじゃないですかで手で触ったら必ずいけど僕見てくださいね、うん、僕完全につながって頸椎背骨呼吸で膨らませて正しい姿勢しますこっち向いた状態から正しい姿勢で頸椎で反対向けばこう向くんですよ、はあはあはあ、でもう一度言えばこう向くおうおうこれはあの相対法よりちょっと高度なんですけど、はい、ヤンギョシンガ流ってこういうふうに徹底的に作ってここで前頭葉から後頭葉に意識持っていっちゃううん、でこの状態で呼吸を高めて、うん、これこう、うん、そうすると完全に頸椎背骨が無意識でガッて動くんで、うん、ものすごい健康なんですこれは修行がいるんですよこれヤギシンガニの訓練稽古なんですけど、うん、要するに稽古っていうのは健康運動にもなるんですけど簡単な健康運動ではないんで、うん、でも簡単な健康運動にすると回してみましょう、うん、この状態で要するにこう最初こうこれだけで回ってみましょう回りますよねでここ頸椎入れますはい回ってみましょうこれはもう人の力でなってるんでこれは誰かやってくれる人再やってみますまっすぐはい回りますよね回ります回転がね体にすごいいいんです
そう、だんだん回転できなくなるんで、うん、そしたら次に頸椎から今度ここを動かしたいんで、今度ここですね、脇腹のくすぐったいところを押します。回ってみましょう。違う回転が出ます。これもあの武術の原理、ここ頭吸ったらこの空手で引くと、これ回ります。これ骨盤のあたりがよく動いている。でも違うとこ回ります。そして骨盤触ると股関節から下なんで、これが蹴りとかにいいわけです。はい、回ってみましょう。ね、足がちゃんと回るでしょ。こっちにめっちゃ効く。効くでこれを、はい。おー、全然違うとこ回ってる。これを、あの、僕がカカンってやったら効くんですけど、自分で毎日やるにはそんな難しくないよ。二本足で立つ、左右に体重でグラグラしないように足の指で回転させていく。そしたら上は、これでいいです。頭触る、後ろに触る。触って、後頭部持って、それでスッてやると回ってきますから、姿勢が良くて呼吸が良い。で、回らない人は、こうでしょ、体内コーナー。考えすぎると、姿勢悪く回らない。で、この状態すれば、はい、回ってみましょう。何もしないで回る。考えすぎ。だから姿勢が良くないと動かないですよ。だって、とりあえず、こっち、このタイミングも分かんないから。だんだん分かるんで、マックスまで行けば、マックスまで行ってから、マックスまで行ってから触るんです。マックスまで、最初、マックスまで行って、これが普通の運動の限界ですよね。で、スッてやって、このままスーッて回ってみましょう。ああ、なるほど。そう、皆さん見てる人も。まっすぐギリギリまで行ってから触って、スー、回りますよね、はいはい。で、何回かやっていくと、呼吸のタイミングとか分かってくるんで、これ、ものすごいいいんですよ。で、ここまで来たら、同じ原理で、こうやって、ここも少し擦ってればいいですよ。そうすると動くようになってくる。こうやって、この皮膚の刺激が通らない人っているんです、最初。姿勢と。回りますよね、少しずつ。これ、2、3日するとだんだん回ってくるんですよ。回るんですよ。寝てはいろんなことが言える。これ、前屈でやると相当厳しいんで、前屈と、この横はこの首ぐらいでいいんですよ。そんなに力いらないじゃないですか、これ。ただ、後ろは人間って後ろの力ってこう持ち上げる強い力なんで、これはね、こうとかやってもいいんですよ。こういうふうにして。強くなったらですよ。強くなったら、最初、きついんで、多分。こうやってあのいきなり開脚で広げて練習する前に。に、これでだいぶ良くなりますよ。だって、立つのが普段、負担がなければ柔らかく動きになってくるんですよ。柔軟でいくら広げてもこういうとかつながないで動いてたってどうしてもこういう仕事上あるじゃないですか、みんな。それをね、強制するのは毎日5分でもやった方がいいんですよ。そうすると日常の動作が良くないのに柔軟だけ良くなるわけない、うん、これでだいぶ良くなったらちょっと開脚やってみましょうか。はい、お願いします。開脚見せてください。もうややわ。どうしよう。座ってもうカメラですね。いいやつでいいですよ、ね、もういきなりはいきなり別にやってもいいんだ、多分壊れるんで、はい、それやらないんで。よいしょよいしょ。本当にテディベアみたいな感じ。それはやばいですね。ボクスあのパンチでちょっとこう痛めちゃった。あ、痛い痛い痛い。ちいさんもその声出てる。硬いんですよ、いろんなとこ。どうしてもうわうわ後ろで組んで、さっきのお料理超えてくるよ。で、ちょっと、いやぁ、うわぁ、で、こうやって、こうやって、こうやって、よし、よし、よし、そしたら、前屈してみましょう。はい、前屈から、立ったまま、肩、力抜いて、ここ硬いですよ。はい、伸ばしてみましょう。前伸ばす、前行くでしょ。戻して、はい、前倒して
もう戻して、はい、倒して、もう戻して、あと2回倒して、よいしょ、戻して、はい、もう一度、よいしょ、指に体重かけて、なるほど、ね、体がね、繋がってないのに筋肉伸ばしても怪我するの、繋げてたんだ、よし、そしたら背中下にして寝てみましょう。背中を下にして寝てみましょう。これぐらい硬いかな。はい。これもうこれじゃないですか。だからもうこれをこれで結構変わるんだ。あ。指から動いてないから。こう。足の先をまとめて。そうだからあのさっきの運動みたいでやるしか人にやってもらえなければ。でここだけ。柔らかくなるって嘘なんですよ。膝の方も多分硬いんで。これの中が自分の限界じゃないですか、日常の。でも、本当は柔らかいんだから、行こう。じゃないですか、はいはい、ですボール状に動かせないから硬いですよ、直線でしか動かせないから、ちょっとずつ自分でやるもんだ時短です、時短よし、こういくでしょ、このこうっていうのが普段動いてないので意識で動かせる、左の方が硬いと思います。股関節、こっちの方が硬い。よっこいしょ。よっって感じですよね。おお。サッポンサッポンなんて、はい、かかとから戻します、いやーしんどい、いったー、すごい、はい、戻します、いやはい、じゃあ戻した、よし、じゃあお腹下にしてみましょう、こっち、はい、よいしょ、ここが指がね、痛い、やめて、痛い、指が効かないと体って硬いの治らないとこがあるんですか、痛い、指を効かせる運動しましょう、指を効かせる運動しましょう、よし、うわ、うわ、うわ、
よし、これで。そろそろお時間も迫ってきてるんで、うん、成果を、はい、成果というか成果は少し入れると思うんですけど、もう一つちょっと気持ち分かってもらいました。何すればいいの？開脚するの？開脚するの？開いてますね。そしたらここで骨をこう入れながら、よいしょ、無理しない、無理しない、よーしょ、よーしょ、あんまり壊れちゃう、よーしょ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 、さっきよりやっぱりよしょ、自分だってできないんですよ。これ全部手つくでしょ。そしたら最後、これがあの縁起がりの延べ金の術っていう、これもう伸びないところまで手伸ばしてください。延べ金、はい、触ってね。はい、そのまま背中反らして戻ってください。首もそう、引き続けて引き続けて、引き締めて引き続けて、そう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 、はい、倒して、2戻って、思いっきり近づいて、思いっきり近づいて、持って、思いっきり戻ってください。最後、胸張って、組み立て。こんな分でしょうか。はい。ついたでしょ。すごい。これあとは自分で維持してください。はい。もう三ヶ月分ぐらいポンと投げます。え、すごくないですか。すごいすごい。あの硬い宇都宮さんが。指触ってる。さあ、信じられない。指触ってる。とりあえず腰からも曲がってるのがすごい。これ以上はね、今日はやんないよね。そんなに急に変えると寝ているようになってる、はい、ということで、もうこれでどう？お時間ですよ。ちょっと待って待って、こんな感じ。味わっちゃってすごいですよ。私も一人広げてもいいですか。人広げてもらったらね、開くんだけどね。あとは鼻から息吸って、止めたまま、止めたまま、苦しくなったら吐いてもらう。これで筋肉と反応する。なるべく首の力で、して吐いてみましょう。ちょっと行くでしょ。後頭部いいぞ、うん、考えすぎてるからいかない。なるほど。こんなもんで終わりにしましょう。はい、はい、ありがとうございました。平田先生、ありがとうございました。